第五節極楽と地獄の分かれ道十全会をもっと具体的に表現した文章である寺にあったものです日常生活における行動指針を具体的に分かりやすく説いているので引用しました幸福への近道を行く人不幸を自分で作る人早起きする人熟睡できる人心の暗い人不愉快に暮らす人 感謝して真剣に努力する人、絶えず、不満や愚痴の多い人。仕事を、趣味に能率を図る人、やる気がなく、よくサボる人。義務も責任も進んで果たす人、無責任な人、放棄を守らぬ人。時間を守る人、礼儀正しい人、時間を物も無駄にする人。頼もしい人、融和を図る人、陰口が、多く、人の輪を満たす人。 人も自分をも尊敬できる人、卑下する人、自信なく、焦る人、常に反省し、素直に改める人、信仰心がなく、自我の強い人、何事も善意に解釈する人、神仏に無理な願いをする人、注意深い人、決断の早い人、心が狭く、すぐ腹を立てる人。 心身の健康を心がける人、暴飲暴食し、自分を粗末にする人、質素で金を生かして使う人、お金を浪費し、かけごとをする人、後進深い人、恩に報いる人、悪友も道楽も多すぎる人、親切で、人のためによく尽くす人、高徳心なく、迷惑をかける人、両親と優しい愛情に満ちた人、利己的で、 今まで自分本位の人恥を知る人偽りのない人迷いも取り越し苦労も多い人信念に徹した人辛抱強い人欲の深い人うぬぼれの強い人どんな苦難にも悠々と耐える人依頼心の強い人苦労に負ける人生きがいを求め精進する人義理より権利を主張する人 夢と希望に笑顔で生きる人、貴重な一生を無意に過ごす人、日頃の自分の行動と照らし合わせて、自分の至らない点をよく自覚し、これからの行動指針の参考としてください。どうして、こんなことが、がんなどの病気を治すことと関係があるのかと思う人は、病気を治すことは不可能です。第6節「モーゼの実0 西洋の宗教の代表であるキリスト教では旧約聖書に人の守るべき道として有名なモーゼの実会があります1あなたは私の他に何者をも神としてはならない一神教2あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない偶像崇拝の禁止3あなたはあなたの神主の名を 緑に唱えてはならない。4、安息日を覚えて、これをひじりとせよ。5、あなたの父と母を敬え。6、あなたは殺してはならない。7、あなたは勘院してはならない。8、あなたは盗んではならない。9、あなたは隣人について偽証してはならない。10、あなたは隣人の家を欲しがってはならない。隣人の妻、僕、召使い。 はしため、召使いの女、牛、ロバなど、隣人のものを欲しがってはならない。このモーゼの実戒を読めば驚くほど、その内容が、十前回と似ているのがわかります。キリスト教も仏教も目指すところは、大した違いはありません。ただ、その、時代や地域や民族の違いがあるだけです。宗教が違うからといって批判したり、差別したり、 さらに殺し合うことは愚かなことです。